もうオリンピックを見てるようなアスリートを見てるような気分にもなる時があって見てて、うんうんうん、最近なんかちょっとご覧になった映画とかで藤谷さんが、気になるものとか、なんかありますか？一番最近ねやっぱブロンドがずっと気になっててやっと解禁だったので見ました、はい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 、あのマリリン・モンローの伝記映画ということですね。アナ・デ・アルマス扮するマリリン・モンローが、まあ、本当に素晴らしい演技だと。で、まあ、体当たりなんですね演技がね、うん、まあ、よくやってるというのと、あとまあ映像がですね、当時のマリリン・モンローを撮影したいろんな映像が残ってるんですけど、それこそなんていうか8ミリみたいなものから写真までね、はい、でそれを完璧に再現しようとしてるんですね、画質的に。それはすごいと。どうでした藤谷さんは？私は主演のアナ・デ・アルマスさんが、はい、まず彼女はアメリカ生まれアメリカ育ちじゃないことがあったので、はい、アクセントとかそういう本当に役者としてのどこまでコミットして本当にアメリカ生まれアメリカ育ちの人の発音ができるのかっていうのはすごく興味があったので、はいはい、で、まあ、彼女の他の映画何を見てもやっぱりスペイン語なまりがある方なので難しいんだろうなと思ってたんですけど、はい、すごくそこは本当に完璧にこなしてて、はい、やっぱりその彼女自身のこの役をやりきるんだっていうすごい強い意志を感じましたね。そうですね、彼女ネイティブじゃないんですよね、イングリッシュスピーカーではないの でそれは本当に大変なこと、はい、大変ですよね、うん、本当に大変ですよね。で演技はどうでした彼女の？いや本当にあのなんて言うんですかね、はい、ただ綺麗な顔を3時間も見るのって意外と難しいんですけど、はい、やっぱり、はい、彼女は本当にマリリンの持ってた儚さとか強さと儚さのこの合間に、はい、垣間見えるこの危うさみたいなものを全部すごく本当に表現してて、この人を見ていたいって思わせてくれたので、それは本当にすごいことだと思います。あとはやっぱりすごいチームがきっとしっかりしてたんだろうなと思って、あのまあ以前ちょっとお話しさせてもらったイエールの話じゃないんですけど、仕草とか表情筋とかもう本当にマリリンになってたので、もうすごいチームを作って、あのそう表情筋とか発音もやっぱ発音専門の先生がつかないと、舌の筋肉、喉の筋肉っていうのを使ってやらないといけないので、はいはい、多分そういうのも含めて やられたと思うので、うん、もうオリンピックを見てるようなアスリートを見てるような気分にもなる時があって見てて、うんうんうん、だけどやっぱりすごくエモーショナルな感情的な話なので、うん、でその感情的な話で言うと、うん、やっぱり今ってやっぱデリケートな時代なので、うん、女性をどう描くかっていうので、はい、いろいろ考え方が分かれると思うんですけど、女性が辛かった時代っていうのはすごく長くあったと思うので、はい、特に女優とかやってると、はいはい、もしかしたらこの映画は本当にその女性が美しく生まれたからって全て得して生きてきたわけじゃないんだよっていうことを描きたかったのかもしれないなっていうのを見てて思いはして、演じたそのアナ・デ・アルマス自体がものすごくやっぱりなんていうか、まあ、虐待シーンが連続するわけですから、役に入り込んでると虐待されると自分自身が虐待されるように感じちゃうでしょうね、やっぱりね。だからまあそこはチームを組んでちゃんとそういう話し合いをした上でしっかりコレオグラフしてやられてたら、うん、いらないこれ娘がどうしたの？どうしたの？いい子だね。 お母さん手伝してくれてんの？ちょっと大丈夫？下行きなさい。え、いいよ、行ってもいいよ、大丈夫よ、大丈夫よ、ほら大丈夫よ。どうした？おやすみ、はい、ママが心配なの？ You look beautiful って言われました。あ、いい娘だねいい娘だねあら、いい子だ。もう泣いちゃうね、お母さん泣いちゃうね、顔赤くなっちゃう。お、泣いちゃうね、もうね。あ、いい娘さんだな、すいません。ねえ、いや、すいません、話が折れちゃいましたけども。いや、いいですよ、いい母親子関係でねそう、この映画でまず最初にそのね、だってまあ母親にからの虐待から始まるからね、この映画ね。結構本当見てて辛い、本当なんか辛いことしか描かれないので、うん、見る側はしかも3時間あるし、そう、あ、そうそう、この映画って事実関係が全然説明がないから
映画見ただけじゃ何が何だか分かんないでしょ。そうなんですよ。だからどこからどこまでが事実で、これ本当本当じゃないのどっちとか思いながら見てました。そう、かなりその詳しくない人には一体何が起こってるのか、この人は誰なのか、これは何年ぐらいの出来事なのかってことは全然分からなくて、おそらくですけど映像として再現するための元の映像があるシーンを優先させて撮ってますね。多くのシーンが実際の映像が存在するものです。それを本当にそっくりに再現する光の感じとか、いや本当すごかった。色味とかも分かりました。当時の本当の映像かなと思うとやっぱり違うので、でその時代によって色味が変わるし、そうその頃の、あのフィルムの質感をちゃんと出してて、すごいなんていうか発見したフィルムみたいに見えるのね。でフレーミングがあのスタンダードだったの気がつきました。あれはスタンダードの元ネタが多かったからなんですよね。うん、あとお金もすごいかけてて、あのエキストラすごいでしょこれ。7年目の浮気の撮影するときに20世紀ボックスは彼女のスカートがまくれるシーンを宣伝に使おうとして、あのシーン撮るときにたくさん人集めた、2000人かなんか集めたかなんか、とんでもない人集めて見せびらかすんですよ彼女のお尻とか見えるの。あれもひどい ね。あれもだからやっぱ今いわゆる言われてる、だからそういうシーンの時っていうのは本当にね、必要最低限の人しかセットにいなくなるはずが、やっぱりね、つい最近までやっぱそういうシーンになるとマスコミいろんなね、いやなんかこう理由つけていろんな人が来ちゃってましたからね。そう、それが宣伝になるからみたいなね。そう今と考えが全く逆なの昔はね。ひどいですよね今考えると。それをやってたんですよ20世紀ボックスがね。うん、であのシーンですごい人が集まってるんだけど金かけてんなと思ったよね。えすごいエキストラ数でしたよね。ねえ、うん、そう映画館 の、 あのプレミアのシーンもね、あの紳士は金髪がお好きのプレミアのシーンとかもすごい人集めて撮ってて、うん、ファッションとかすごい可愛くて見てたし、そうあの、うん、ほら黒のタートルネックのセーターとあのチェックのパンツのあのコンビネーションはすごい良かったですね。ねえすごい可愛い。やっぱりそういうメイクとかファッションとか見直すのにもすごく楽しい映画だしっていうのはありますけど、はい、うん、後半のシーンに近づくにつれてのシーンとかはやっぱちょっとみんなやっぱ何が起こるか分かってるわけじゃないですか、うん、そうみんな知ってるんですよね。でもああそういう風にしたんだっていうのは思いましたけど、でも女優としてはあれでしょう、昔よりは今少しは良くなったなって気がしますか。それはそうですよ。やっぱこうやってみんなが声を上げ始めるってこと自体がすごくいいことなので、いろいろあるでしょうけどその合間に、でも声を上げることから絶対何かが変わっていくので、うん、そうですね。